ルカちゃん、おはようございます。リサママ、これ何事？朝起きたらみんなこの調子で。昨夜何か変わったことがあったとか？そうですね、寝る前に小腹が空いてしまったふぶきちゃんにおにぎりを作ってあげたり。お母さんだ。寝ているいろはちゃんが掛け布団を落としていたのでかけてあげたり。お母さんだ。夢見が悪そうだったあかりちゃんの肩をトントンってしてあげたり。お母さんだ。寝ぼけていたアイナちゃんをトイレに連れて行ってあげたり。お母さんだ。夜中に起きて囲碁の勉強を始めたミサトちゃんにしっかり休むよう言い聞かせたり。お母さんだ。バブミのオーバーフロー、同じ部屋でそんなの一晩中浴び続けたらそりゃおぎゃっちまうよ。相変わらずルカちゃんは面白いですね。しかも無自覚。ミサママ恐ろしい。でもいつもしていることなんですよ。違うことといえば、少し懐かしい夢、家族の夢を見たくらいですね。リサママ？いえ、気にしないでください。でもこの調子じゃ任務に支障が出るんじゃないの？バブー、バブー、バブー。何言ってるか全然わからないけど通じ合ってるっぽい。見ての通り、みんなが何を言いたいのかは伝わりますから。 31D の結束力、すげえ通り越して怖い。では、私はこれから任務の準備をしてくるので、失礼しますね。準備って？みんなが頑張れるよう、お弁当を作るんです。ママ。ショップへ行ってお弁当グッズを準備しましょう。30G としてもっと威厳を持ちたいです。焦ることはない。一歩ずつ無理のない成長をすればいい。
いらっしゃいませ。こんにちは。かわいいお弁当を作りたいんですけど、何か使えそうなものはありますか？はい、キャラ弁作りのお供、抜き型10点セットがございます。では、それをください。ご一緒に桜伝舞もいかがですか？彩りのいいお弁当が作れますよ。商売上手ですね。一緒にください。ありがとうございます。マリちゃんは任務もショップのお仕事もいつも頑張っていて偉いですね。恐縮です。あら、そこの棚にあるのはぬいぐるみですか？はい、柏ドームの方が作ってくださいましたぬいぐるみです。基地のショップで取り扱ってほしいと補給部隊の方から相談されたので置いてみました。とても可愛いですね。抱き心地抜群だぞ。試しますか？ありがとうございます。でも、もうそんな年でもありませんし。何かお手伝いが必要な時は遠慮なく言ってくださいね。力になりますから。今後ともご贔屓に仕上がれ。カフェタリアの厨房を借りてお弁当を作りましょう。さて、どんな風にしましょうか。休憩中にお弁当箱を開いて楽しい気分になれるようなものにしないと。抜き型を使って海苔や野菜を抜いて、みさとちゃんには海苔とそぼろで小判と小石を、魚の形をしたおにぎりを作って、できました。みんな喜んでくれるといいんですが。31D 総員、司令官室へ集合。ちょうどいい時間ですね。揃ったわね。任務の詳細について説明します。バブ。は？了解しましたので、続けてください。そう。今日から 31D には、あるキャンさんの追跡、並びに討伐の任務についてもらいます。ワブ？当該キャンさんは、あなたたち31系の部隊が結成される以前から活動を確認しているわ。バブ？今まで放っておいたのはどうしてでしょうか？神出鬼没なの。一定周期で現れることだけは分かったけど、出現場所までは特定できずにいるわ。そしてそろそろ出現する時期が迫っているの。そこで二階堂さん、あなたの戦場把握の力でキャンサーの行動を先読みして出
現ポイントを絞ってもらいたい。バブ、最初に砦ドーム跡地へ向かってキャンサーの痕跡などを調べて。バブー、砦ドーム跡地に何があるのでしょうか。かつて目標が出現した際、被害を受けて廃棄されたドーム。当時の部隊員たちが駆けつけた時には、目標のキャンサーはもう去った後だった。随分と被害が出てしまった。廃棄ということは、住民の方たちが…ドームを回すのに必要な人数を下回ったから、他のドームへと移ってもらったのだ。生き残った人もいたんですね。今回、同じ鉄を踏むわけにはいかないわ。バブ！バブ！3-1D みんなで、ミサトちゃんの手助けをして任務に当たります。ええ、よろしくお願いするわ。総員準備ができ次第出撃しなさい。了解しました。疲れてるのかしら。バブ、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 バブ。 3-1D 全員揃いました。皆さん、本日は大変ユニークですね。それでは、行ってらっしゃいませ。ここが砦ドーム跡地。バブ、バブ、ここにもかつては人の営みがあったんですね。バブ、そうですね。まずは周辺の安全を確保しましょう。バブ、
バブ。バブーバブバブしてくださいね。バブ。バブ。外壁を破られているせいで、やっぱりキャンサーはいましたね。なるべく建物には被害が出ないようにしましょう。家はここに住んでいた人たちが帰る場所かもしれませんので、バブ。近づかないようにしましょう。バブ。ディグからつなげましょう。バブ。バブ。怒ってませんよ。バブ。
バブー。元気なのはいいですけど、無理は禁物ですよ。安全第一で行きましょうね。ママ、バブー、バブー、バブ、定期的に掃除に来られている人たちがいるみたいですね。バブ、犠牲者、相沢さん、綾崎さん、井口さん、武藤さん、バブ、バブ、いつかまたこの場所に戻って来られるようにしてあげたいですね。許しませんからね、バブ。
ましたね。バブバブ、えい、バブ、お上手ですよ。最後まで気を抜かないでくださいね。バブ、できました。ご褒美に撫でてあげます。バブー、あらあら、ミサトちゃんは可愛いですね。バブそれじゃあ、調査任務に移る前に一休みしませんか。みんなの分のお弁当作ってきましたよ。わあ、バブ、バブ
れば手分けして探しましょうか。バブ、バブ、バブ、悲しい場所。時間が経ってはいるけど、人が暮らしていた痕跡が見て取れる。決して豊かな暮らしじゃない。それでも懸命に生きていた。あの慰霊碑に刻まれていた人たちも、私たちセラフ部隊に希望を託して。でも、ここの人たちの暮らしは蹂躙された。二度とこんな悲しい景色が生まれないようにしないと。私はセラフ部隊の人間です。このドームを調査に来ました。怖いの？怖いの？キャンサーでしたら私たちが退治しました。お父さんとお母さんは？私たち以外に人はいませんでしたので、おそらくは。どこか痛いところとかあるんですか？お父さん、お母さん。寂しかったですね。よしよし、大丈夫大丈夫。お名前を聞いてもいいですか？自分のお名前を言えて偉いですね。安心してください。私がひとよちゃんをお父さんとお母さんに会わせてあげますからね。本当？
くて。あらあら、でも大丈夫ですよ。私はこう見えて力持ちですから。私は室伏リサと言います。よろしくお願いしますね、ひとよちゃん。バブ、バブ、バブ？バブー？この子はひとよちゃんと言います。バブー？はい、ご両親を探しているそうですので連れて行ってあげたいんです。バブー？そうですね、まずは基地にですね。それからひとよちゃんのご両親のもとにです。バブー、何を言ってるかわからないけど、ひとよ邪魔みたい？いいえ、そんなことありませんよ。私が一緒にいますから安心してください。バブー、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 バブー。バブー、大丈夫です。バブー、大丈夫です。バブー、バブ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 。バブ、はい、よろしくお願いしますね。
しましたか？バブ。そうですね。バブ。はい、ありがとうございます。では、私たちはお風呂に行きましょうか。お風呂？はい、ひとよちゃんをきれいきれいにしますね。うん。お？リサママのママ度がアップしてる。バブー、あっ！今私何を言った？これは激しい癒されオーラを感じます。バブー。かしこまりました。クロワッサンとカプチーノをご用意してまいります。ものです。ナービーって何？なんでしょうね。私もよくわからないんです。お姉ちゃんも知らないことあるんだね。はい、知らないことの方が多いですよ。言葉に距離を感じます。やっぱりシャロは一人。バブー。それがお前が見出した威厳か。言葉はともかく、堂々としている様は立派だぞ。そのすごいは何点ですか？点？はい、100点満点の中で点数をつけてみてください。気持ちを数字にすると話している人にとても伝わりやすいですよ。70点くらい？はい、70点いただきました。ひとよ、こんなところ初めて。そうですね、ドームにいる皆さんには申し訳ないですけど、セラフ部隊は快適な設備を用意してもらっています。怖いの、やっつけるため？はい。お姉ちゃん強いの？どうでしょうか。ただ手の届く場所くらいは守れるよう強くありたいと思っています。
目を閉じていてください。頭はきれいきれいになりましたよ。次は体を洗いますね。うん、いっぱいの泡で洗うと気持ちいいですね。私ですか？人よ、いつもお母さんに洗ってもらってた。そうですか。じゃあ今日は私が人よちゃんのお母さんの代わりにしっかりと洗いますね。ところでひとよちゃん、ずっとあそこに一人でいたんですか？わかんない。お父さんとお母さん近くにいたのに、はぐれちゃったみたい。ひとよの足、上手に動かなくなった。じゃあお二人もひとよちゃんのことを探していますね。本当？はい、もちろんです。家族ですから。お父さんとお母さんはひとよちゃんのただいまを待っていますよ。ただいま。じゃあ泡を流しますね。はい、体もきれいきれいになりました。あとは外でしっかりと乾かしましょうね。ないですか？平気。気持ちいい。ママ。あらあら、その呼び方が馴染んじゃいましたか？あ、ごめんなさい。お姉ちゃん？ママでいいですよ。どうしてか、みんなにもよくそう呼ばれますので。31D の室伏隊員、直ちに司令官室へ出頭。あら、何でしょうか？怖い声。ママ、怒られるの？ひとまず行ってみましょう。ちゃんと一緒に入っても大丈夫でしょうか？ママ？あ、シャルロッタちゃん。急に呼び止めてすみません。私、今から司令官と少し話をしなければいけなくて。Thank you.
少しでいいので、この子を預かってくれませんか？どう？かわいいですね。この子の名前は？ひとよちゃんです。私は少しお仕事をしてきますので、いい子にして待っていてくださいね。すぐ戻ってくる。はい。大切な子なんですね。はい、よろしくお願いします。だ。室伏、出頭しました。来てくれてありがとう。美里ちゃんに明里ちゃん？どうしたんですか？今、二人から今日の任務の報告を受けていたわ。でも…バブー！バブ、室伏さん、訳しなさい。あらあら、過去出現した座標はここよ。バブ、バブ、室伏さん、明日守谷から我孫子市までのルートを調査しようと思います。そう、その地域は安全とは言えないわね。あらかじめドローンを向かわせ、キャンサーの情報を適宜知らせるわ。バブ、よろしくお願いします。バブ、バブ、失礼します。どうしてわかるのかしら。最初から一緒に報告についていけばよかったです。美里ちゃんにばかり頼ってしまってごめんなさい。バブー。いいえ、あかりちゃんが一緒にいてくれて、美里ちゃんは心強かったと思いますよ。お疲れ様です。シャルロッタちゃん、ありがとうございます。いえ、ルカも喜んでいました。ルカちゃん？カナカです。バブー、バブー。
また一緒に遊ばせてあげてください。ひとよちゃん、どうして震えているんですか？あの人、ずっとルカ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 って、ちょっと怖かった。あらあら、でもひとよ頑張った。おとなしくしてた。70点。そうですか。えらいえらいですね。あ、お二人ともご飯はまだですよね。一緒に食べに行きましょう。夕飯を持ってきましたよ。バブ。バブ。いいんですよ。はい、美里ちゃんの分のカレーです。ルーと野菜は多めにしてもらっています。アリちゃんのカレーはお米を減らして炭水化物少なめ、お肉増量でタンパク質マシマシです。ママ。そして私はひとよちゃんと一緒なので、甘口に調整してもらった大盛りのカレーです。いただきましょうか。バブ。いただきます。いい匂い。匂いだけでお腹いっぱいになりそう。ゆっくりでいいですよ。バブ。褒められましたよ。ひとよ、きれい。80点。バブ。なんでしょうか。バブ。これは頑張らないといけないですね。バブ。この状況？バブ。バブ。意識しているわけではないですし。バブ。あ、それでしたらおそらく夢のせいだと思います。少し昔の夢を見たので。バブー？
ホームシックみたいなものでしょうか。だけどそれが原因ならもう大丈夫だと思います。だってよいしょ。今夜はひとよちゃんをぎゅーってして寝ますので、寂しくありません。ママ。バブー、バブー。ママ、ひとよのこと好きなの？はい、大好きですよ。嬉しい、90点。バブ。バブ？私は任務から戻ってすぐにひとよちゃんと入りましたので。バブ。バブ。はーい、行ってらっしゃい。ちゃんと一緒にお留守番ですよ。ママと一緒。あらあら、お眠の時間ですか？お休みしましょう。ママも一緒。はい、ぎゅーってしますよ。眠れそうですか？閉じると一人になったみたいで怖いですよね。でも今は一人じゃありませんよ。こうして私が一緒にいます。ぎゅーってしていますから、目を閉じても大丈夫です。ひとよちゃんが怖くなくなるまで私がお歌を歌いますね。君
おやすみなさい、ひとよちゃん。懐かしいですね、こうして誰かと一緒に眠るのは。施設にいた頃のことを思い出します。いろいろな子たちがいました。親が亡くなった子、親に愛されなかった子、親を知らない子、お昼は笑っていても夜になるとどこからかすすり泣く声がして、だからこうして一緒に眠っていました。人のぬくもりを求めて。私もまだぬくもりを求めている身ですね。